はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。スラッシュアックスが好きすぎて自分がスラッシュアックスになれないか模索している男、リュウです。さあ本日なんですけれども、ですね、このナルハタタ姫のスラッシュアックス、新しいね、これね、雷属性値43っていう非常にぶっ壊れ性能をしてまして、これ非常に強いんですよ。今回はこの装備をね、ご紹介していきたい。雷のスラッシュアックスって今まで皆さん何使ってました？僕は混合核っていうラージャーのねスラッシュアックスを使ってたんですけども、あれね、心眼鈍器じゃないですか。要するに、まあ、弱点以外をぶん殴るよ。これはね、弱点をある程度うまいこと殴れるようなモンスターに対してかなり強いです。でしっかりとフレーム回避を成功させていく、ドヤ顔で調子乗ってんな。これね、この武器は何が強いかっていうと、白ゲージが出ます。見ていただいたら分かる通り、つまりですね、まあ匠でね白ゲージ出してるんですけど、匠白ゲージ運用するって、防塵剣までね白ゲージを維持して運用していくことによって、まあ、白ゲージの武器倍率、補正武器倍率というか、まあ切れ味補正 1.32 倍、これがかかるんですよ。つまり強い、つまり強い語彙力、これがねめちゃくちゃ強いんですよね。でこれなんでですね、今回はティガレックスを買ってるかっていうと、これね、前回動画でご紹介した最強のスラッシュアックス、レックススラッシャーっていうね、これを使うと、このティガレックスはね、4分18秒で沈めることができたんですよ。で、それと比較して、この武器はどのくらい強いのかなっていうのを、まあ、見たかったんですよ。それで今回はティガレックスを使って、まあ、練習台になってもってね、やっております。でですね、まあ、要するに、バルファルク一式レックススラッシャーと、このまあ雷属性が弱点のこのティガレックスに対してこの、まあ、ナルハタタ姫スラッシュアックス、これが一体どっちの方が強いのっていう、そういうことですね。まあ、結論から先に申し上げますけれども、ほぼ同じでした。つまりですね、このスラッシュアックスは強い、つまり強い、そういうことです。まずね、ティガレックスっていうのはこの動き回るんで、ちょっとね、このね、時間稼ぎがどのくらいでいった、どのぐらいかかるかっていうのも結構ね、割と運ゲーにはなってくるんだけど、動き方がね、ティガレックスのほらね、こうやってなんかめちゃくちゃ動きまんじゃん、まあ、今のはまあ先行弾してるからだけど、結構運ゲー入るんですよね。あ、やばい、これ当たるわ。今回もね、混合連符にしてきてるんで、一応なんかやばい攻撃してきたらなんかゴリ押すことって、危ない、こういう攻撃をしてきたら混合連符でとりあえずゴリ押ししていけば OK、ゴリ押しこそ正義。ちなみにこのスラッシュアックスめちゃくちゃ強いし、なんか雷属性値めっちゃ高いからすごいダメージ入るんだけど、見た目がすげえダセーっていうのだけが残念ですよね。見た目がダセーんですよ。なんかひまわりみたいなついてるし、なんかお花摘みに来た女子みたいな、ね、感じになってるんですけども、まあ、それは置いといて、属性値ちなみに後で見せますけど、ステータスで言うと55あるんですよ。雷属性攻撃強化とか全部合わせると、さすがに属性値55はぶっ壊れでしょう。ちなみに混合核符、ラージャンのやつね、カンナリってやつね、あれはね、そんなにいかない、55とか、まあ、大体30とかそのぐらいかな、強化しても。あ、邪魔だな、ジャギーさん、ジャギーパイセン、ちょっと邪魔すぎ、今ちょっとお呼びじゃないっす。いや、いいね、ひるんでるよ。さあ、そろそろ瀕死になるんじゃないですか。おっと、しっかりめに総流待機状態にもなっていく。さあ、ここで決めていきたいといったところ、ほい、もう一発、おいしょ、オーケー。でしっかりと弱点の頭に近づいていって、あとはもうぐるんぐるんよ、こうよ、はい、来た、禁止来た、はい、フレーム回避っていうか、まあ今のは当たり判定ね。で、ほい、ほいと、まあ、大体立ち回りはね、まあ、同じぐらいだったんですよ、レックスラッシャーの時と。で、これで4分31秒、で、レックスラッシャー4分18秒とかあったんで、まあ、ほぼ同じですね、ほぼ同じなんですよ。最強と僕が毎回言っているレックスラッシャーと同じタイムで枯れるわけですから、まあ、それこの武器絶対強いでしょっていう、そういう話です。はい、
あのシーガンドンキ使いはね、あの相変わらずのラージャンの方が強いんですけど、弱点ちゃんと殴れるモンスターであればこんな感じで、あのこの武器もめっちゃ強いんで、ぜひね皆さんも作ってみていただきたいと思っております。早速装備解説いきましょう。さあそれではね、装備詳細解説をやっていきましょう。今回使っている装備はこのナルハタタ姫の最終強化装備、これなんて読むんだ、神言の雷なり、わかんない読み方わかんないよ。この武器になってまして、なんかひまわりみたいなついてる、ちょっと若干見た目がね、あんまり好きじゃないなっていう個人的にはっていう感じですけど、強いです。で雷属性の武器なんですよ。で雷属性って、あの今まで強かった武器ご紹介 していたんですけど、これだったんですよ。あの金剛閣府カンナリの、あ1個前か、金剛閣府2ってやつだったんですよ。で、今回のアップデートでカンナリが追加されまして、でこれどっちが強いのっていう問題なんですけども、これね運用方法によってどっちも強いです。あのどっちが強いとは言えない、あのどっちも強い。例えば心眼鈍器で使うんだったらこっちの方が強い、カンナリの方が。弱点殴りにくいモンスターとかはカンナリの方が強いです、絶対に。なんですけど、弱点殴りやすいモンスターであればこっちね、何が強いかっていうとね、匠出るんですよ。匠で白ゲージ出るんですよ。匠で白ゲージ出るんですよ。なので白ゲージを出して、強靭剣まで今回切れ味を維持して運用していくっていう方法でになってるんですけども、弱点とかを殴りやすいモンスターとか肉質が柔らかいモンスターであればこの方が、あのダメージが出るかなと。白ゲージあるんでね。攻撃力は190っていうね、ちょっとあのカンナリよりは低いけど、白ゲージ出るから 1.32 倍の武器、あの切れ味倍率がかかって、まあ結構強くなると、こっちよりもね。で、雷属性で43がついてるんで、まあこっちのカンナリよりか雷属性が高いと。雷属性弱点のモンスターにはこいつめっちゃ強いということですね。で、強属性瓶っていう、まあ、瓶の種類は同じですね。で回心率は、カンナリの方がちょっと高いっていうのと、スロットもこっちの方が優秀っていう。だから本当にね、マジでむずい。これどっちが強いかって言われたら本当ビザだと思うんで、まあ、運用方法で分ければいいかなというふうに思ってます。でですね、今回はこっちの、装備を紹介していくんですが、武器の百竜強化は、攻撃強化ですね。これは普通に攻撃強化にしてますと。一応ね、あの島木シリーズがどのフォローみたいなのあるんですけども、まあ、今回この島木シリーズ使わないんで、攻撃力強化にしてますと。でですね、肝心のスキルはどうなってるかと。全身のスキルはこんな感じです。まずですね、雷属性攻撃強化、これによって、この属性値43っていうのね、 1.2 倍プラス、雷属性攻撃値にプラス4してくれるんで、ステータスを見ると雷属性値が55と、55ですよ、雷属性めっちゃ高い。で攻撃音は、まあ、一応あのスロット余ってるんで攻撃4にして倍率ちょっとだけ上げるっていう感じですね。で、高速変形レベル3必須で、今回は強靭剣また砥石を高速化で白ゲージ維持するんでこれも必須で、強化持続レベル3も必須で、見切りレベル2、これはおまけですけど、まあ一応回心率上がるんで、まあ、つけました。で、匠レベル2も必須ですね。これあのこれ使わないと白ゲージ出ないんで、で回避距離アップレベル1はこれないと僕生きていけないんで、これ1で、ヒルムゲゲンはこれマルチ用で、鬼火まといはこれあとおまけみたいな感じに、なっております。で、装飾品はね、強靭研磨強靭紅葉雷光、大将雷光っていう感じになってまして、でもお守りは何を使ってるかっていうと、これですね、高速変形レベル2、雷属性攻撃強化レベル1、2、1っていうやつです。まあそこそこかな。ここまあ本当はね、高速変形レベル2とかが あれば強いんですけど、僕持ってないんですよ。もう持ってないんで、こんだけスラッシュアクス使ってるんですけども、物欲センサーガンガン発動してるんで、なんでまあ持ってる人はね、もうちょっと強くなるかもしれないですね。はい、というわけで雷属性弱点って誰がいるんだろうな。まあバルファ力とかは使えますよね。バルファ力とか、まあこれはまあ心眼鈍器の方が強かったりもするかもしれないけどね。バルファ力とか、あとはバゼルギウスも雷弱点ですね。バゼルギウスとか、それからクシャルダウロとか、この辺のモンスターは結構ね、雷属性弱点なんで、使えそうっすわ。あとティガレックスとか。まあ、ぜひね、雷属性弱点の相手用に、一本作っておいていただければと思うんで、はい。参考にしてみていただければと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。